フリーペーパー、フリーペーパー、和製英語とは、広告収入をもとに、定期的に制作され、無料で、特定の読者層に配布される印刷メディアである。なお、ここでは主に、新聞に準じた携帯化雑誌に準じた携帯化を、問わず、広告収入をもとに、無料で配布される、広告ではない記事内容も含んだ、印刷媒体について述べる。 このような印刷媒体を発行する企業は、生活情報誌、誌などとも称することが多い。また、雑誌体で雑誌に準じるものは、フリーマガジンとも呼ばれる。本来は、英語で、フラシットなどと称する、新聞に準じた形態のものを指し、無題誌、無題広告誌などと言われていた。しかし、1980年代頃から徐々に雑誌に準じた、 冊子体のものなどもめ、より広い意味で無料の印刷媒体をフリーペーパーと総称することが多くなっている。また、本来は広告ばかりを掲載した集合チラシとは一線を隠し、地域情報や生活情報などの記事を掲載していることが特徴とされていたが、フリーペーパーという表現の普及とともに、そのような意味合いは薄れており、近年では 特定企業の宣伝用印刷物のようなものや、非営利団体の広報資料のようなものでも、無料で配布される、印刷媒体であれば、フリーペーパーと称する場合がある。フリーペーパーは、すべての世帯に到達するわけではない新聞広告や、新聞の折り込み、大規模な広告しか行えないテレビに比べ、柔軟に特定の範囲、証券や購買像に対して、全個配布が可能であった。 逆に、特定の購買層が集まる場所に配布ポスト設置することによって、対象を絞った広告が可能になり、効率が良いこと、地域に密着した情報を提供し、双方向性を保つことができることなどから、第五のマスメディアとして急成長している。日本では、戦時中に新聞社が国策で統廃合された経緯から、戦後はその反動として、 地域情報を提供するメディアとして各地で地域史が発達した。しかし有料の地域史は大都市部などでは成立が難しく存在していても普及率は低く社会的な影響力は限られていることが多かった。その結果大都市部を中心に地域の生活情報需要に応じるメディアとして既存の新聞社が付加価値を高めるために無料の地域新聞や 生活情報誌を顧客に配布したり、当初から無料で配布することを目的に制作される新聞が登場した。フリーペーパーを発行する企業には、背後に新聞社等の有力メディアがいる例や、ノウハウを活かして、複数の地域で複数のフリーペーパーを発行しているような例も多い。1971年から各地で発行されてきた産経リビング新聞は、その代表的な例である。 2006年4月に日本生活情報誌協会が発表したデータでは日本全国のフリーペーパーフリーマガジンの指数は1000市2000版以上総発行部数は2億9000部を超えているとされている第三種郵便物の条件を満たすために広告が紙面の50%未満でなければならない新聞に比べフリーペーパーにおいては記事と広告の区別が曖昧な 記事対広告と呼ばれる企業メッセージを伝え記事が多く見られる。しかし、ただ万全と広告を集積したものでは、チラシとの区別がつかないから、各社ともそれぞれ広告掲載基準や記事編集の指針を掲げており、クライアント側と同様に読者からも一定の客観性を同時に確保しようとしている。イギリスはじめ、欧米諸国や韓国などの都市部では、 すでに街頭や地下鉄構内などで配布される無料の日刊新聞が定着している。2002年総館の東京ヘッドライン、週刊をはじめとして、諸外国におけるような都市型の無料新聞が日本に登場したことは、報道にも耐えうる信頼性をフリーペーパーが日本でも獲得しようとしていることを示唆していると見ることもできるが、逆に今のところ日韓体制の都市型無大使が日本に 存在していないことは、そのような市場環境が未熟であることを示していると考えることもできる。フリーペーパーは広告主にとって魅力的な読者層を形成するため、様々な配布形態を有している。日本では新聞の個別宅配制度が他国に類を見ないほど発達しているため、これに習い、初期に発刊したフリーペーパーの多くも個別宅配が行われた。 配布効率の高いニュータウンの多くには地域情報コンテンツとしたフリーペーパーが存在する。求人情報や新聞社がサービスとして発行する地域新聞の多くはこの方法で配布されている。近年顕著に増加しており、店頭や大学のキャンパス、街角に設置したラック、テイクワンボックスを使って配布を行う。特に マガジンタイプのフリーペーパーに多く見られ、店舗情報やカルチャー情報、求人情報をコンテンツとするものが多い。テレビ局やラジオ局が番組宣伝のためにフリーペーパーを作成したり、ラジオ局の場合はタイムテーブルを兼ねているつぼねもあ、飲食店や鉄道会社が顧客サービスや PR メディアとして制作、配布している場合も見られる。特殊な形態として広告や 宣伝の要素を外した別の発行ものも存在する。それは大学や市の文化局、地域的な教養団体からの補助を得て発行するフリーペーパーがそれに該当する。台湾や香港での市民雑誌も同様の形態であり、公的指摘を超えた寄付や補助金で成立していると言える。その手法は台湾文明中心における京谷安子。 京都デザイナーズブロックの三上明子と芸術家の山下祐樹、作家の島本里夫、文化庁からの補助を受けたピアニスト上原綾子の例があり、娯楽性を出しした特色が見られる。主とした配布場所は、大学や専門書取扱店、古書店、三上と山下の場合は、寺院、上原の場合は、パリの東洋文化研究所等である。その配布形態のため、ウェブ展開が少ない。 日本国外においても日本人向けに日本語で書かれたフリーペーパーが多数発行されており、世界の主要都市や日本人の多い地域には必ずと言っていいほど日本語のフリーペーパーがある。これらのフリーペーパーは現地で制作されているため、日本で手に入る旅行雑誌等に比べより、現地に密着した情報が掲載されている。また、割引クーポン券が付属していることもよくあり、 現地で生活する日本人にとって貴重な存在となっている。有料で定期購読をする場合に限り日本まで配達するサービスを行っているものある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。